熱っ。よいしょ。どうもです。本日もご飯の時間がやってまいりました。今日のメニューはですね、メロンパンを作りたいと思います。いや、うちの奥様ね、実はメロンパンが大好物なんですよ。そんなね、奥様も食べたことがないようなメロンパンを今日は作ってみたいと思います。名付けて特大メロメロメロンパン。一体どんなメロンパンになるのかお楽しみに。それでは参りましょう。ご飯キッチンレッツゴー。はい、それではね、一次発酵まで済ませておいたパン生地を準備します。一次発酵までの手順はね、こっちに書いておきます。材料はね、卵1つに、牛乳が 240g、 これは卵を入れた状態で 240g 準備してください。あとは強力粉が 340g、 薄力粉が 30g、 砂糖が 30g、 それと塩が 5g に、忘れたあかんのがバターが 20g、 これは常温に戻しておいてください。それとドライイースト、これを全て混ぜてこねていきます。こね終わったら約40分から1時間濡れ布巾などをかぶせて、発酵させておきます。で、発酵終わった状態がこちらです。出来上がった生地をね、成形していきます。まず軽く打ち粉をして形を整えていきます。まん丸にね、こんなもんでいいかな。ここにね、固く絞ったキッチンペーパーを乗せて約15分寝かせます。それではね、パン生地を寝かしてる間にね、クッキー生地の方を作っていきます。まず溶かしたバターに砂糖を加えてよく混ぜます。ふんわりとするぐらいに混ざったら、溶いた卵を3回ぐらいに分けて入れていきます。そしてここにバニラエッセンスを数滴垂らします。ここまでできたらね、事前にふるっておいた小麦粉を準備します。小麦粉をね、ここに入れてざっくりと混ぜていきます。生地がね、ひとまとまりになったら、ラップを大きく広げて、ここに広げて、上からもう一回乗せて、まあ、広げていきます。パン生地よりね、大きくなるように広げていきます。この上にね、寝かせておいたこのパン生地を乗せていきます。よいしょ。で、パン生地を包み込んでいきます。よいしょ。それではね、この状態で40度のオーブンで、40分ぐらい二次発酵させます。はい、二次発酵がね、終わったんですけど、こんな感じです。じゃん、まあまあな大きさになってるけど、ほら。それではあとはね、これをオーブンで焼いていきます。170度のオーブンでね、20分から30分焼いていきます。Just couldn't handle it.
smell the bitter taste of misery and unfaith. I just need to love you like I do, 'cause I don't know where I would be or where I'll go if you weren't standing next to me. Your arms have carried me for my. どんどん熱っ、よいしょ、熱っ、よいしょ、熱っこんな熱っ見えるこれ、熱っ、熱っ、熱っ、できました、熱っ。完成しました。どうですかこのデカさ、ちょっと笑ってるぐらいデカいんやけど、ほら、せっかくなんでね、焼きたてをしょ、コーヒーもね出といたんで、お疲れ様でした。熱っ、まだ熱いからねこれ。最後ねちょっとグラニュー糖振りかけてみたんやけど、それではいただきます。うんうんうん、おっきい、ちょっと、おいしい、甘、おいしい。一口食べたんやけど、あー、ここれる、全然減らへんね。おいしいわ。何個食べても全然減らない。ちょっと割って中見てみましょうか。おお、ほら中がふんわり、あたたた、外が、あたたた、はい、ご苦労さん。ほらまだ焼きたてやからね、湯気が、うん、おいしい。中がね、ふわふわの外カリカリで、あ、メロンパイ、バニラエッセンスの量もちょうど良かった、うん、はい、本日はですね、メロンパン好きにはたまらない特大メロメロメロンパンのご紹介でした。休みの日のね、朝食やランチにぴったりのメニューになっておりますので、皆様一度お試しください。はい、本日の料理は以上となります。この料理役に立ちそうだったら高評価、またチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。それではまた次の料理が Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。535MV5 でした。グッ。どう美味しい